2018年4月の4日4時4分です。聞こえる？普通に聞こえる？ちょっと今日は小声です。よろしく。今、リスナーさんの家。酔っ払ってます。お風呂入って気持ちいいです。アイテムちょうだい。ね、死んだと思ったの、タマポ。死んでないよ。だね、なんかね、目が痛いんだよね。右目のね、ところに謎のね、ブツブツができてて、ちょっと、花粉症でね、右目をこすったっぽいんだよね、俺が。いい家だな。いいな。俺も一軒家欲しいな。俺も一軒家欲しいわ。誰か一軒家買ってくんね、マジで。一軒家。新築がいい。誰か一軒家買って。俺も家賃払いたくない。風船10個ありがとう。上雀さんいつもありがとうね。上雀さん名古屋住みなの？名古屋に住んでんの？どこ住みなの？名古屋に住んでんだったら明日会おうよ。遊ぼうよ。岡山リスナーがノリが良すぎてさ、こう、名古屋リスナーシャイな人多くない？名古屋の人もっと、ちょっと、もっと触れ合いたいんだけど。名古屋リスナー。いないの？愛知県だけど名古屋じゃない。ああ、そっかそっか。名古屋ってさ、あれだよね。愛知の方がさ、ローカルでさ、名古屋の方が有名だから、そっか。愛知県名古屋市か。広いのか。そっかそっか。静寂さんには会いたかったけどな。気持ちだけ受け取って。俺は会いたいって言ってかんね。気持ちだけ受け取って。なんか最近閲覧ひどくねえか、本当に。なんだろう、この100切る感じ。超危機感しかないんだけど。俺このまま死ぬのかな。なんでこんなにさ、かそってんだろう。なんで？どうしたの？ワドリス。ワドリス何があったの？汚ねえ家だな。いやいや、汚くないでしょ。俺のプリンセスガーデンと比べてごらんよ。プリンセスガーデンと。全然いい家でしょ。普通に。ありがとう。でも、ね、初版に問題？ごめん、難しい漢字わかんねえわ。まあ、なんかいろいろあんのね。オッケー、いい。オッケー。ワード2。そうそう、ワード2。やべえわ、なんか風呂の、ここリスナーさんの家なんだけど、止めてくれて、パフェありがとう、そうそう、そうそう、ありがとう、パフェありがとう。あのね、風呂がね、よくわかんなかったわ。湯船にお湯をどうやって入れるのかわかんないシステムだったわ。
なんか最先端のテクノロジーを駆使したお風呂だった。最先端の。お子さんがいそうですね。子供いるでしょう。そう。新築だよ、もう。木の匂いがすごい。木のフレーバーが。木の匂いがすごいいいね。木の匂いがすごいね。ああ。いいな、でかい家、うらやましいな、マジで。俺も一軒家建てて、マジで。いや、プリンセスガーデン狭すぎるんだけど。プリンセスガーデン。どう思う？もうね、6畳一間はね、のんちゃんと暮らしてて、やっぱ頭おかしくなるよ。ちょっと家を手に入れることを、ちょっと本気で考えよう。本気で。家はいいわ。広い家いいわ。お、見つけた。新築いいよね。やばくない？ここ、なんだっけ？なんていうの？こういうの。なんだこれ。ホームアローン。なんつうんだろう。なんていうんだ？こういうの。ちょっと名前がわかんないんだけど。なんていうんだっけ？こういうの。なんつうの？屋根裏部屋っていうの？これ。うちも建て替えなきゃ。みーすけも稼いでっかんな。みーすけ俺に家買ってくんね。みーすけ俺に家買わない？どう？俺とのんちゃんに家をプレゼント。新築 ロフトだ、ロフト。ロフトすげえ広くない？ロフト。ロフト超広いんだけど。てか、いや、へこむわ。ロフトが俺の家より広い。あ、ロフト俺の家よりでかい。いや、待って待って待って。嘘だろ、気づいたわ。現実に帰ったわ。ロフト俺の家よりでかいんだけど。ほら。気づいた。全然俺の家よりでかいわ。引くわ。格差社会。東京から逃げようぜ、もう、マジで。引くわ。いや、引かない？本当に。いや、わらわらじゃなくて、マジで引くんだけど、俺。格差社会だ、格差社会。充電しよう。コンビニ近くにあるのはいいと思うけど、プリンセスガーデン。いや、ここの家も歩いてすぐそこにコンビニあったから。 別にプリンセスガーデンの特権ではないから。ソソさんに家もらいましょう。ああ、ソソにもらうか。ソソ家くれ。買って、ソソ。ああ、これ、ほら、行くよ。本棚があって、ね。タイ・バンコク。タイ・バンコクって書いてあるでしょ？スペイン。スペインって書いてあるでしょ？スペイン。台湾とかも、世界中の雑誌あるから、格差社会ですよ、これが。これもう、世界中行ってるわ。
閲覧少ねえな、最近。閲覧だけでやってきたんだけどな。なんでこんな閲覧少ないんだろう。なんか最近ね、見に来てくれる人減ったよね、だいぶ。で、意外な人がね、上がったり、もう配信会わかんねえよな。こう、なんだろう。誰が伸びんのかとかさ、リナ猫とかも伸びてねえもんな。わかんねえわ。気が狂いそう。年収上位5%。上級国民。いいよね、でも。ここにさ、ぼつぼつできてんだよね。熊に見えるっていうか、熊の下になんかボツボツができて、なんだよ、岡山に行った時花粉がすごくて、右目だけ、こう、わかる？この辺。なんかこう、ここがね、ボツボツができてんだよね。何なんだろう、これ。ちょっと画質が悪いからあれだけど、ここがやばいんだよね。左目はない、左目も熊ちょっとあるけど、ここにボツボツニキビみたいなのをブツブツができて、こんなの初めてなんだよね。ちょっと気になるね、目だから。画質悪いね。声は聞こえてんの？大丈夫？ちょっと普段より声張ってないけど。あ、こっちの方が映像いいね。クマひどいね。よく寝たんだけどな。なんかね、旅配信ってみんなが思ってるよりも結構ね、体に負荷かかるの。だから前回ね、1ヶ月ぐらい回ったじゃん。疲れがね、もう後半取れなかった。あね、旅配信ってみんな遊んでるように見えるじゃん。なんか知んないけど、やっぱね、自分の家、あのね、じゃあ今日はさ、寝かせてもらったりとかさ、してるからいいけど、やっぱりね、心理的にね、人の家で寝るってね、あれなんだよ。いろいろあるんだと思うよ。だから、あれだもんな、最初の3日ぐらい漫画喫茶で寝てたじゃん。今回満喫で寝てないからぐっすり寝てるんだけど、あれだよね。なんかあるんだろうね。でもね、やっぱね、みんなに会いに行くっていうのいいよ。生でこうみんなの声が聞けるっていうのはね、いいよ。どんな人だか、やっぱりね、でもね、俺ね、いつも言ってるけど、もうほんと確信に変わった、今回の旅で。コメントと人格は比例する。あのね、普段コメント書いてる内容と普段の生き方が全く変わらない。だからね、どんなコメント書くかみんな気をつけた方がいいよ、マジで。あの、狐コメントだとしても、これすごい深い話で、コメントで書くってさ、気を使わないで書けるから、特に狐コメントとかだと潜在意識で書くじゃん。無意識下でこう書くでしょ。で、そうすると、あのね、その、要はね、表面化してるものっていうか、匿名だからいいだろうと思ってもね、心すさむし、逆に、そういう言葉を使ったりとか、文字に打つときに綺麗な言葉とか使ってる人って、やっぱ生き方綺麗だよ。で、卵が先か、鶏が先かの話になると思うんだけど、なんて言うのかな。綺麗な言葉使ったから綺麗な生き方ができるのか、綺麗な生き方してるから、ね、綺麗な言葉が出てくるのか分かんないけど、言葉は本当に気をつけた方がいいよ。全くそのコメント通りの人が現れる。アンチも含めてね。アンチも、ああ、こういうやつだろうなっていうのだし、これ面白い。これね、生主しか分からない体感だと思うんだけど、
俺多分今日の旅で、多分前回のリヤ突旅とか放送5年やってるけど、それトータル合わせるとね、300人近くのリスナーさん会ってるから、このね、データはね、信用できると思う。コメントと性格は矛盾がない。そりゃそうだよな。当たり前っちゃ当たり前のことだよな。でもね、いいね。旅はやっぱりいいね。やっぱ旅出たいけど、俺もうのんちゃんからすごいんだけど、のりこからさ、ずーっとさ、浮気だ浮気だって LINE が来てるんだけど、どうしたらいいの？俺浮気なんかしてないんだけど、オフパコだとか浮気だとか、のんちゃん発狂しまくってんだけど、全然約束と違うんだけど。のんちゃんいい子にお留守番するって約束だったのに、見た？ツイッター、俺の。なんで連絡しないんだとか、すげえ怒ってるんだけど。さっきも電話かかってきたよ。見た？ツイッターこれ。ツイッター見てこれ。朝起きたらこれだよ、のんちゃん。オフパコだっつって。ほら、書いてあるでしょ。オフパコだ ツイッターに貼ってあるから。もう、ほんとね、頭おかしくなりそうだよ。あのね、オフパコなんかしてる余裕ねえから、旅配信に。旅配信にオフパコとかないから。しかも汗臭くてさ、泥臭くてさ、着替えたり風呂入ったりとかチャンスがないわけよ。そんな中でさ、オフパコなんかできるわけねえじゃん。もうさすがに慣れたけどね、俺は。てか、ロム勢多いな。閲覧も少ないし、キツネ枠やろうかな。ダメだ。キツネ、悪魔の力借りようかな。狐枠にするよ。もう耐えられないよ。閲覧100人切る自分に耐えられないよ、俺は。なんでこんなになっちゃったんだろう。わお、花火ありがとう。ありがとうございます、匿名さん。花火ありがとう。ありがとうございます。あざっす。キツネやだ。変態パンダさんいらっしゃい。変態パンダさんいらっしゃい。キツネやだ。キツネやだっつってもさ。4月は世間も忙しい。まあまあ、なんか、それコメントであったな。入学式とか、始業式とかで忙しいから閲覧減ってんじゃないのってあったね。確かに。ていうか、たまぽさんも久しぶりな気がするけどね。名古屋、いや、わかんない。どうする？なんでそれを聞いたの？俺、未来決めてないから。わかんない。明日いるかどうかわかんない。みんな次第って感じ。みんなで決めよう。俺の生き方。全然決めてない。でも、俺の予感だけど、多分明日帰らないと、のりこはそろそろ発狂すると思ってる。多分ね、経験則で言うと、明日帰らなかったらのりこは多分発狂すると思う。だから明日、帰るかなっていう夜、新幹線で。名古屋飯は、食ってないかな。え、食ったっけ？セブンイレブンの、卵サンドと、卵ハムカツサンド食った。あと、よくちゃ。今日は、だから朝起きて吉野家、セブンイレブンだね。俺、小倉トーストめちゃめちゃ食いたいんだけど、
小倉トースト。あと何がある？味噌カツはまあ、うまいに決まってるから、あんまりどうでもよくて。味噌カツはうまいに決まってるでしょ。で、あとなんだっけ？いろいろあるよね。味噌カツ前回食ったけどうまかったんだよ。味噌カツだけ食べたんだ。なんかあるかな？特に、小倉トーストが非常に食いたいね。喫茶店なら大抵あるんだ。小倉トーストっていうのは、ただ、食パンにバターかマーガリンか塗って、小倉でしょ？乗っけてるだけでしょ？ドーンって。俺のイメージね。俺ね、名古屋人のね、その感覚って間違ってないと思ってて、名古屋人ってね、そうだよね、そう。名古屋人のいいところって、うまいもんとうまいもん混ぜたらうまいでしょっていう、奇をてらった感じをしないのよ。変なこだわりなくて、うまい、100たす100は200だよっていう論理だから。ねえ、家でも作れるし、ただやっぱり本場の小倉トーストを知らないと、家で作った時にわかになるから、俺は本場の小倉トースト食いたいんじゃない？どれくらいの小倉の量なのか、食パンは8斤なのか、6斤なのか、4斤なのかで変わってくるんだよ、やっぱり。バターなのか、マーガリンなのか。小倉トースト好きそうだよね、みーすけね。絶対ね、俺、みーすけとね、食い物はね、気が合いそうな気がする。いろいろ旅はいいよ。ていうか太った。多分ね、15キロぐらい太って、今ね、体が動かない。あんかけスパが安くてちょっと変わってる。スパゲッティにあんかけでしょ。 いいね。名古屋シンプルだよね。名前がもう料理名になってるよね。 天むすとかさ、小倉トーストとかさ、味噌カツとかさ、名前で想像できるもんね。う ちに来て魚介つけ麺食べて無料で、ちょっと待って、俺魚介濃厚つけ麺が大好きなんだけど、何？ラーメン屋さんやってんの？別に無料じゃなくてもいいんだけど、ラーメン代くらい払うんだけど、放送していいの？放送。もしさ、変態パンダさんさ、放送していいんだったら俺別に普通に金払うし、放送していいっていう条件と、店で、端っこ、もちろんお客さんには絶対迷惑かけないから、もしそれだったら、連絡欲しいっすね。LINE に連絡ください、店の。いいの？放送いいの？名古屋駅からどれくらいの距離なの？行く。別に、ラーメン代ぐらいさ、全然払えるから。近いのかな？行く。ていうか、みんなで行こう。リスナーさんみんなで行こう。そういうの熱いよね。俺、魚介濃厚つけ麺が一番好きだから。流行ってる？いい感じの店？わ、超楽しみだわ。俺のさ、LINE さ、ふわっちに書いてあるから、豊明市、ちょっと待って。豊明市。遠いのかな？名古屋駅から電車でどれくらい？名古屋駅から電車で どれくらい？地味だな。 地味な遠いさだな。行くか。でもさ、これ嬉しくない？ぶっちゃけた話、本音を言うとクソだりぐらい
微妙な遠さなんだけど。なんか微妙に遠そうな気がするんだけど。電車でどれくらいなんだ。でもさ、リスナーさんにさ、俺の店来てよって言われてさ、断る配信者クソだよね。花火ありがとう。はいはい、6時起き大丈夫かよ。大丈夫。豊明市行った方がいいのかな。電車で何分だろう。ちょっと待って、LINE が来たっぽいんだけど、どれだ。え、LINE 追加された。どれだろう。どれがどれだか分かんねえな。あ、この人だ。この人だ。でも、これ、あれだよね、一生に一回の思い出だから、行かないとダメだよね。多分、そんな遠くない気がする。豊明市。土地勘がないからね、電車で何分って言われないと。愛知県車社会だが、車を運転してくれる人がいるといいと思う。車出せる人いないのかな？ちょっと待って、名古屋駅どこ？名古屋駅。ていうか、俺今名古屋駅にいねえんだ、そうだ。まあいいや。電車で何分か書いてくんね。いや、わかんねえ。土地勘がないからわかんないけど、え、大阪府？大府か。どうなってんだ？大阪どこ？え、何？京都。あ、全然、ああ、こういう感じか。三重、浜松。え、ていうか、そんな遠くねえじゃん、名古屋。名古屋近いじゃん。あ、じゃあ一旦狐枠にするわ、みんな。ありがとう、アイテムくれて。狐枠にするわ、狐枠。お疲れ様です。狐枠にします。ダメだ。過疎に耐えられない。あ、おつおつ。はい、どうも、ワドです。過疎に耐えられなくて狐枠にしました。2018年4月の8日、4時34分です。よろしくお願いします。この枠は狐枠です。潜ってたの？ただいま？なんで潜るの？そんなに狐嫌いなの？あ、狐じゃないとコメント打ちづらいの？なんで潜るんだろう？コメント書いてよ、普段から。帰り。
ポチェもお疲れ。うん。ツイッターの米、リガトーネ。ツイッターの米、リガトーネ。日本語ちゃんと書こう。ツイッターの米、リガトーネ。ツイッターの米。あー、はいはいはい。いや、ツイッターの米っていうか、あれ、全然意味わかんなかったんだけど、俺。うん。バカありがとうございます。七原めんどくせえからいいや。なんか、めんどくさかったよ。こんな時間にやるなよ。今から寝ようと思ってた。あ、すいません。和道さんの声聞きながらうとうとしてます。 ありがとう、フランスのね KP、 あ、飲んでんだ4号さん。名鉄で30分弱みたいだけど、え、どうする？なんかリスナーさんがラーメン屋やってるっぽくて、魚介濃厚つけ麺食い行く。名古屋、いや、決めてない。ていうか、もう名古屋、駅に着いた瞬間、なんか、コメントもかそるし、閲覧も全然増えねえし、名古屋リスナーは何もないよって言うから、帰ろうか、っつってたところで、リスナーさんが、飲みに連れてってくれて、で、酒飲んで、今、リスナーさんの家に泊まってる。いや、別にさ、七原と釣り合うかどうかとか、どうでもよくてさ、なんか別に、俺そういうのどうでもいいと思ってんだけど、和道さん抱いて？いや、抱いてって言われたもんね。しかも、ハテナマークの使い方おかしいかんね。やっとこれた、ありがとう。旅だね。名古屋、今日の、何時頃着いたっけ？今日の夜9時、え？何時か忘れたけど、今リスナーさんの家にいるね。いいよね。その人は明日予定あんの？知らん。わからん。リスナーさんでしょ？匿名さんでしょ？どこに行く予定とかなくて、なんか、俺、いつも旅配信の時って予定全く決めないの。で、リスナーさんとかにどこ行った方がいいよっていうのを聞いて回るっていうスタイルなんだけど、県民性なのかね、たまにあるんだよ。あのね、茨城県もそうだったんだけど、別に見るものなんかこの県ないよっていう県ってあるの、地元の人は。だからそれに似てる名古屋って。いや、名古屋別に見るところないよって名古屋県民が言うっていう。いや、リアタして、全然、うん、いや、ほんとね、岡山行ってからっつうか、俺ほんとにね、旅配信とかね、行動力とか言ってですね、マジでリスナーでぶっ飛ばしてんだよね、マジですげえ腹立ってて、家から出ろ、家から出ろって言ってて、家から出たらこのざまだよ。すげえ腹立つんだけど、家から出ろって言うんだったら、家から出たんだったら責任持ってみろよ。クソが。マジでね、本当にね、腹立ってるから。マジで。そう思わない？うん。もう少し静かにしろ。うるせえ。うん。ぶっ飛ばしたいっていう割にはぶっ飛ばさないよね。ぶっ飛ばしたいは気持ちだからね。のんちゃんそろそろ発狂だから帰るってさやうつされすぎ。いや、だってしょうがないじゃん、彼女なんだから、うん、彼女なんだからしょうがない。あや、お疲れ、うん、リスナーさんいい人だった。いや、この家のオーナーでめちゃめちゃいい人だね。想像通りだね。他人の家だろう、少しは気を使え。いや、気使わないけど、うん、はい、はあ、何気使えって、どうすればいいの？何気を使えの意味が分かんないんだけど、のんちゃんいないでしょ。
どう考えても風邪ひいてないよ。風邪はひいてないけど、結構エネルギー使ってるかもしれない。リスナーさんからいくら恵んでくれた？いや別に現金とか受け取ってないけど。もんちゃんと復縁してたの？もうさ、めんどくせえな、こいつら。キツネめんどくせえな、マジで。キツネマジめんどくせえな、こいつら。ほんと、ひっぱたきてえわ。アイバトツ。もう、質問したら答えもらえると思うのよ、バカどもが。彼女ってはっきり言ったよね。うるせえよ。俺が女が誰と付き合おうが俺の勝手だろ、ゴミが。こんばんは。俺が誰と付き合おうが別にお前らに関係ねえじゃん。名古屋市内をただ歩くとかいいかも。栄から大須あたりとか。いや、なんか別になんか、なんも、なんかキャバクラがいっぱいあったね、栄。いや、おこですなっていうかさ、なんか、ね、彼女がどうとか、何なの？ 何なの？マジ全然意味わかんないんだけど。別に俺が誰と付き合おうが、別に誰にも迷惑かけてないと思ってんだけど、俺が別にどの女をどう抱こうが、どうしようが、俺とそいつの問題だって、リスナーには全く関係ないよね。バカありがとう。俺が言ってること間違えてるか？ありがとね、バカ。地方の魅力っつってもね、のんちゃん別に化け物じゃないよ。何のりこ化け物って。のりこより絶対化け物の、ていうかのりこのこと化け物とか言ってるやつ、多分ね、そいつの方が化け物だと思ってるから。串カツ、あ、そっか、名古屋って串カツもあんのか。閲覧10位以下になるの、名古屋。いや、リスナーを特定しちゃうメリットねえし、俺、忙しいんだよね。リスナーを特定する配信者なんか、過疎生主しかやんねえから。俺、フォロワー4000人いんの。誰がどうとか、興味ねえから。なんでそんなお前ら自意識過剰なの？バカなの？別にのんちゃん普通に美人だと思うよ。まあ年はさ47だからあれだけど、俺のりこ普通に別にブスだと思ってないから。忙しいアピールっていうか普通に忙しいんだけど俺。いや、だからその配信を見たから何なのっていう。それはあなたの都合であって、俺の都合じゃないよね。19号さん。あなたがそこから調べればいいじゃん。興味あるんだったら。俺も100回くらい説明してるから、のりことより戻したとか、のりこがどうとか、俺説明する義務ないと思ってて。いや、もうイライラしてきたわ。閲覧変わんなかったね。ただかそってるだけだったね、俺が。28歳ののんちゃん、女優みたいだった。それは言い過ぎ。普通になんか、学年に一人二人いる、まあ普通に、可愛い人って感じだけど、俺は。女優とかはない。言い過ぎ。別にブスではないと思ってるよ。普通に綺麗だと思ってるよ、のんちゃん。私生活さらしてんのは中途半端に隠すな。何も隠してねえから。俺何も隠してないよ。お前らが調べてないだけ、見てないだけ。てか俺別にあれだからね。なんかお前ら勘違いしてるけど、別にモテないわけじゃないからね。のりこは可愛いよな。47であの感じはいいね。でしょ？ドレさんにね、LINE 送ったんだけど、既読無視されたんだけど、既読ついてないんだけど、何なんだろう、電話かけて LINE したんだけど、既読がついてない。だからね、多分ね、俺ブロックされてるっぽいね、ドレさんに。俺多分ね、ドレさんにブロックされてる LINE。
何なんだろう、ほんと気まぐれだよな、この人。知らない。そういえば、2週間ぐらい連絡来ないなとか思ってたの。俺も言ってたじゃん。だから、そろそろ連絡しとくよっつって、昨日時間ができたから電話して、で、繋がんなかったからメール送っといたんだけど、既読つかないね。多分ね、ブロックされてるっぽいね。大阪飛ばしたね。無料の着せ替えプレゼントしてみ。は？何言ってんの？いや、なんか、もう、なんか、よくわかんないよね、ドルさん。まあいいや。何、無料の着せ替えプレゼントって。知らない。俺別に何にもしてないよ、ドルさんに。とりあえず朝は午前10時まで起きて喫茶店でモーニング。俺ね、なんか名古屋のモーニングってゆで卵とトーストが出てくるだけでしょ、コーヒーで。そこに別に魅力を全く感じてないの。 なんか名古屋のモーニング文化を推してくるけど、ただコーヒー頼んだらゆで卵とパンが出てくるだけでしょ、半分に切れた。 だから何って感じなんだけど。つけ麺屋行くかどうか分かんない。豆が出てくるんでしょ。もう別にそんなにモーニング食べたいと思わない。つけ麺行く？気が向いたら行くわ。なんだよ、うるせえな。囲いとか気持ち悪いんだよ。いくつだよ。なんだよ、囲いとかアンチとか。いくつだよ。ね、俺ね、でもね、昨日ね、社長がいいこと言ってたの。信じるな、疑うな、確認しろって言ってた、従業員に。僕のことを信じなくていいですよ。ただ疑わなくてもいいですよって。確認してくださいって言ってた。俺ね、二個下の社長が言ってて、ちょっと勉強になりすぎると思って、すげえ共感して、そう。信じなくていいですよ、僕のこと。その代わり疑わなくてもいいですよって。見てください。確認してくださいって言ってた。そう。かっこよくない？このセリフ。だから、23号さん、信じなくていいですよ。疑わなくていいですよ。確認してくださいって。23号さん、疑わないで。もう、めんどくさい。あの人は2個下だよ。めんどくせえな。名古屋でもめんどくせえ、こいつら。いや、社長いいこと言ってたっていうか、あれだよ。控えめに言ってたけど、大成功してるからね、あの人。30代で。今日はね、家じゃないから BGM ない。いや、成功する人ってああいうもんでしょ。咳めっちゃしてるな。もう少し静かにしろアピールかな、あれ。30歳だね。年商どれくらいの社長なの？年商はわかんないけど、はっきり言ってしばらく待っててごらん。テレビとか出始めるよ、あの人。静かにしろ。すいません。はい。YouTube、ありがとうございます。静かにしろ。これ何？どうすればいいんだろう。放送切れってことなのかな？誰が言ってんのか分かんねえかんな。俺さ、ここのさ、家主さん、下で寝てるんだけどさ、自由にやって、放送やっていいからねって言われたんだけど、これ、本人かな？寝てる時間だろうって言ってんの。嫌なんだけど、俺空気読めないからさ、放送やってねって言われたんだけど、やったらダメだったのかな？切れってことなのかな。切りませーん。
知りません。全然切らないから、静かにもしないから。そうだね、しょうがないね、病気だもんね。でも声だいぶ落としてるから、大丈夫だよ。名古屋にリアトゥ企画ありますか？いや、リアトゥバンバンしてほしいんだけど。リアトゥバンバン。声が通るよ。めちゃめちゃ通るよ、俺。声。ランボルギーニはもらってない。だからお前嫌われんだよ。上等だよ。タバコ吸いに行くか。タバコ吸おう。ダメだ。イライラする。キツネ枠。半端じゃなくイライラするわ。名古屋のここがどこか分かんない。リスナーさんの家だよ。リスナーさんの家。寒。そうなんだよね。ジムサボってんだよね。愛は一つ。ハピネスさんかな。タバコはね、アメリカンスピリット。素敵な家どころじゃねえ、超いい家だよ。めちゃめちゃかっこいいわ。いや、新宿帰ったらジム通わないと動けない。インターバル30秒だって。2分30秒、2分だって。だからちょっとね、相当追い込まないと無理だね。これ何ミリ？ 9 ミリ。9ミリ。結構強いね。いや、俺この時間200に行くわ。ちょっと少ないよ。発車の予定見て。声出し、顔出し NG でリアドしてもいいですか？めんどくせえやつと会いたくねえわ。別に、カメラに映るか映んないかは別にいいけど、別に来たきゃ来ればいいんだ。来たきゃ来ていいよ、全然。なんでリスナーに対してそんな態度なの？何？どういうこと？
そんな態度って。何そんな態度なのって。俺普段からこんな態度だけど、無礼なやつには無礼に返すけど。知らない。ドルさん連絡つかない。タイマン貼れんの？貼らないっすね。メリットないんで。今日の予定見て、今から寝る。いや、俺石野にブロックされたもん。石野とはもう関わり断たれた。俺いつもこんな感じだよ、19号さん。こんな感じだよ。俺、リスナーになんか媚び売ったりすんのとか嫌だから。連絡したね、昨日ね。電話かけてメール送ったけど、既読ついてないね。昼過ぎまで寝るんじゃない？夕方まで寝ると思うよ。多分起きんの夕方の5時ぐらいじゃん。失礼だよ。月綺麗だね。こびるの嫌だっつうか、なんかめんどくさい。さよなら。はい、こんにちは。別に媚びないよ俺。金と強いものには花火投げてくれる人には媚びるかな。 あ、仲いいみたいだね、ドレさんと。何？どう媚びるの？のりこ家。何？俺いつこびた？俺別に金持ってる人にこびないけどね。なんかそう見えてるだけなんじゃないの？俺別に銀杯さんにこびてないよ。いつこびた？社長の
肩書きの人に媚びて何のメリットがあんの？いや、俺別に媚びてるつもりないけどね。腹はね、減ってない。礼儀正しい人には礼節を持って接したいね。レサルクさんに別に媚びてないよ、俺。いつ媚びた？知らねえ。俺別に媚びてないと思うけど。いや、俺は無礼には無礼で OK だと思ってるね。礼儀のないやつに礼節持って接しても意味ねえから。ねえ、過疎だよね。調子悪いわ。念願の旅配信がっつうかさ、なんか旅に出ろとか言ってたやつ、マジでもう二度と信用しねえわ。旅行け、旅行けっつってさ、結局家配信の方人集まるとクズすぎるからね。見ねえんだったら旅行かせんなよっていうね。あ、こんなもんだよな。旅儲かる？いや、別に儲かるとかないよ、むしろ。やばいよ。違う違う、普段自分で今回の旅は旅行くって言い出したのは自分だけど、なんか普段旅行けよとか言ってたやつらどこ行ったんだよって、何それって思うよね。いやいや、もうね、やっぱね、リスナーの言うことでね、まともな意見はないよ、思った。適当に言ってるだけだから。適当なことを適当に言ってるだけだから。そうそう、その場その場のね、まともに会話ができない。いや、囲いなんかいらねえ。リスナーってそういうもんだよね。だから俺もリスナーを信じたり疑ったりしちゃダメなの。リスナーも俺のこと信じたり疑ったりしたら意味ない。だからまあ俺も信じたらダメなの。あ、まあまあ、結局結構入れ替わってると思うよ。うん。リスナーさんはぐる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 入れ替わってる。戻ってくる人もいっぱいいるし。いや、パクるでしょ。いや、リスナー信じるとかも頭おかしいやつだよ。それが嘘つきだよ。いや、リスナー必要だとは思うよ。うん。リスナーいなかったら配信者なんかただのクズ野郎だから、見てもらう分には全然ありがたいし、コメント書いてくれるのは本当感謝してるけど、一部の人間のくだらないコメントとかクソ腹立つよね。うん。まあ、信用とかクソでしょ。俺別に信用とかいらないも
いや、ほんとそれ。和道を信じるやつ頭おかしいっていう。ほんとそれ。T シャツと短パン貸してくれたね。リスナーさんのお家だよ。おはよう。T シャツも貸してくれた。優しい。え、質問しただけでブチ切れ？ブチ切れてないよ、俺。全然。19号さん、なんか誤解してるよ。ブチ切れてないよ。うつ気なのかな？どうなんだろう？あ、共感能力ないね。わかる。あね、23号の分析当たってると思うよ。俺ね、共感能力っつうかね、他人の心が理解できないんだよね。何考えてるかわかんないから、本音で、そう、ストレートに言ってくんないとわかんないんだよね。曖昧なニュアンスとか一切汲み取れない。ステッカーいっぱいあるよ。うん。ステッカーいっぱいある。今止まってるリスナー？いや、はめたよね。いや、俺、自分のこと客観的にわかるやつなんかいないでしょ。それができたらすごいと思う。俺、自分のこと客観的に見るのも苦手だから。今日名古屋にいるよ。今から寝る。もしリアツしたい人がいたら LINE ちょうだい。名古屋リスナーですって。コテハン何々ですって。リアツしたいですってメッセージ送っといて。起きたら確認する。いや、わかんね。配信で食っていけるよなっていうか、そこは、あれじゃないの。なんか、リスナーさんが食わせてくれてるから、俺の実力だと思ってないよ。リスナーさんが、すごい人がいるっていうのはわかるけど、よくわかってない、俺は。俺がすごいんじゃなくて、リスナーがすごいだけでしょ。あ、ストレートの方が気持ちいいね。好きとか嫌いとか、美味しいとかまずいとか、はっきり言ってくんないとわかんない。寝ろとか、寝るなとか、なんか、もう言われた文面通り、なんつうの、自由にしていいよって言われたし、配信していいよって言われたから配信してる。いやいや、寝カフェじゃないよ。そうそう、アスペでは一括りにできないけど、俺は言葉で言われた通りにやる。いや、分かってないよ、全然。だって、その人の裏の解釈とか雰囲気とか分かんないもん。言われてやる。アド君はそばにいたら守りたくなる。守ってね。配信ね、ちょっときついかもね。オワコンはオワコンかもね。俺発達障害だよ。 ああ、トークスキルなんかいらないよ。初見さんいらっしゃい。なんか、配信が好きか嫌いかでしょ。好きだったらやればいいし、嫌いだったらやらなきゃいいと思ってて。なんか、トークスキルなんかいらないでしょ。俺どうだろうね、優しいかな？わかんないけど。優しい人は好きだよ。どうなのかな？別になんか、意識してるわけじゃないけどね。母性本能くすぐろうとか、こうしようとか。
いや、わかんない。別に狙ってやってないから、普通に思ったことを喋ってるだけ。ねえ、ほんとテレと真逆だよね。あんなに囲われてて羨ましいよ。こんだけ嫌われてる生の人も珍しいよな。まあでもね、今じゃね、テルの方が閲覧あるからね。まあなるようになるっしょ。結構運いいからさ。リスナーのせいじゃない、俺のせいだよ。俺の実力でしょ。ありがとう。俺の人生に起こるいいことも悪いことも自己責任だと思ってるけど、こう助けてくれる人とか慕ってくれる人にこう恩は返したいなとは思ってるね。なんつうんだろう、こう好意は好意で返せたらいいなと思ってるけど、なかなかうまくいかないよね。まあ自己責任でしょ。だってなんだろう、俺が別にホームレスになっても俺の問題だと思うよ。どうなんかな？運いいと思うんだけどね。運悪いかな？ハードルが低いのかな？俺結構自分でラッキーだなって思うこといっぱいあるけど。どうなんだろうね。ハードルが低いだけなのかな？どうなんだろう。クレーマーを常連にさせたら君の勝ち。そんなことやってたらクレーマーだらけなんだけど。クレーマーしかいない放送になっちゃったよ。ああ、それはあるね。いい時も悪い時も運がいいと思ってた方が得をするって考えてる。なんか人生って別にそんなにいい時も悪い時も別にあんま変わんないと思ってて、普通にいろんな人がいると思ってて、同じようにいい悪いってあると思ってるんだけど、だけど運がいいと思ってるやつの方が得をすると思ってるね。そう。いや、社長の家じゃないよ。岡山じゃない、ここは。岡山編終わってもう名古屋編だね。今名古屋。名古屋は何しに来たの？いや、わかんない。会いたい人に会いたいだけだけど、いつも言ってんじゃん。好きな人と好きな時に好きな場所で好きなことを好きなだけやるんだよ。ひつまぶし食ってないね。いや、本当に本当に。地方の人の方がいい暮らししてる。本当にそれ思う。
ありがとう。楽屋裏的に勝手に盛り上がってるのあるじゃん。和道はそういうの好きなのあるけど、和道が大手になれない理由はそこにある。俺別に大手になろうなんて思ってないけどな。大手になってほしいの。好きなことやってるだけだよ。おはよう。いや、大手はね、最初のね、2年ぐらい目指してたけど、なんだろう、それよりも大事なことが見えてきたっていうか、大手になるよりも、なんだろう、もっと自分らしくやっていきたいと思ってるかな。いや、堺行ってきたけど、あんまりピンとこなかったね。オフパコはしてないね。別になんか女性からオフパコしようって言われてないね。名古屋活気あったね。人いっぱいいた。今誰の家かは、名前は言わないでって言われてる。オフパコしようって言われたらする。どうだろう、わかんない。したかったらするんじゃない？したくなかったらしたくないっていう。タイプっていうか、いや、タイプで決めるっていうか、わかんない。和道さんのこと好きでセックスしたいって言われたら別に普通じゃないの。それはしたくないと思ったらしないし、したいと思ったらすればいいし。風俗行かないね。女の子の体を金で買いたくないんだよね。テルはよく行くね、ソープに。いや、別にかっこつけてないよ。ことかは無理でしょ、あんな可愛い女の子。あんなに可愛い女の子が俺と付き合うわけないじゃん。怒りたい時は LINE したらいいですか。いや、わかんないけど。でも俺多分ね、初対面の人とパコろうってないと思うよ。初対面の人でパコるとかあんまないと思う。ああ、そうだね。20歳まで風俗行きまくったからね。カヤオからオフパコ誘われたことあるよ。あるね。あ、ご飯全然誘って。いや、解放は断ったかな。断ったところだね。ブチ切れたかな、俺。結構真面目にブチ切れたね。スマット結構行ったね。千葉にも栄町ってあって、そこの風俗ね。なんで切れたの？
いや、寝てる時にオフパコし、なんか、私の下の口も使ってね、ハートってきたから、俺二度とそういうこと言うなっつって怒った。いいんじゃないの？海宝が才能ゼロっていうか、もう海宝が配信者として伸びる伸びないどうでもいいと思ってて、彼女がその弟子としてそばにいたいんだったらそばにいればいいじゃん。アコとか告ってたんだ。解放がどうなりたいかでしょ。パソコンレッツノート。あ、そうだね。ていうか俺の部屋に一番来てる人はのりこ、解放だね。次は。あ、浅井さんがいるな。のりこ、浅井さん、解放だね。いや、48号さんやる気だと思うよ。こっちんっていう人を知らない。俺誰だか。俺、解放大事にしてるよ。浅井さん仲直りしたよ。てか、浅井さんの中で喧嘩したっていう、浅井さんの記憶がなかったね。浅井さんは俺と喧嘩したっていう認識がなかった。浅井さんはもうでも配信やらないって。俺別に解放に冷たく当たってないよ。当たりきつくないよ。いや、本人がチャンピンの家私も行っていいって言ったから、テルチャンピン確認したらダメだよって本人が言ってるって言ったんじゃ。どこが当たりきついの？解放のために俺動いて労力を割いたんだけど、どこが当たりきついの？当てりゃダメだってって言ったじゃん。何がきついの？別に解放不満言ってないよ。何中立って。どういうこと？俺そんな、めんどくせえわ。なんつうの、そういうのめんどくせえ。気使ったりとか。本人が嫌だっつってんだから来るなって話でしょ。なんか好意で動いて不満なら俺から離れてほしいわ。なんで俺が解放のために動いて彼女の望みを叶えようって仕上げたのに、なんで不満な態度取られないといけないの？だったら俺から離れてほしいわ。だけない。嫌っていう前に間があった。それはテルの問題でしょ。テルが LINE 返ってくるかどうかでしょ。俺間じゃなくて、俺が嫌かどうかなんて言ってないから。テルが嫌だっつったから、テルは嫌だってって言ったんだよ。テルの家なんだから。知らない。
若い方が半泣きだったかとかどうとか知らない。それは彼女の問題であって俺の問題じゃないから。泣きたきゃ泣きゃいいじゃん。知らないよ、そんな。はい、わかった。部屋汚いの俺の問題だよ。そうだよ。ここはね、リスナーさんのお家。じゃ寝かけた今。いや、寝かけた。ごめんごめん、悪かった。100人超えた、嬉しいわ、みんなありがとう。さすがに100人切るのつらいな。やっぱ雑談しないとダメだ。そうだね、朝起きてきたね。あえてまあお気持ちいただけると嬉しいっすね。これめっちゃあったかい布団。もふもふ。
うん、一軒家。
あ。